はい、どうもこちばです。いつもご視聴いただきありがとうございます。建造の船にねお邪魔しようと思います。今日の漁はですね、荒縄で、私のチャンネルでは、漁の様子は、少ししか見せません。漁の様子は概要欄にある妻漁師権健チャンネルの方からご覧ください。漁の方はそちらに載せてます。私の方はですね、建造がなぜ漁師をやってるのかとか、なんかどんな思いで魚を食べてほしいとか思ってるのか、その辺をね私は聞きたいと思ってます。それでは行ってみましょう。名前くないとポイントが悪くは聞いちゃう。悪くはないけど理想ではない。下に入れなかった。まだ悩んでおります。悩みすぎや。まだ悩んでおりますよ。てかなんで YouTube しようってこと。単純に俺は教えたくないし恥ずかしいと、うん、そうよね。前にあんまり出たからんし喋れたからん男がなんで YouTube しよっとかってみんな知りたいに決まっとるよ。そりゃそうやろ。でもできることはしたいと思ったじゃろ。でもこいつ頭おかしくなったじゃねえかなって多分思われとる。俺として自分で何とかせなね。やっぱね、できることは何もしてくれんけんね。うん、魚も安くなりよっけね。やっぱねえ、どうにかしていかないけんけん。やっぱ土場の魚っていいじゃろ。しかも魚はやっぱいいと思うよ。油の乗りは全然違うんだよねえ。もう漁師歴10何年あれ俺、ああ、12年か。高校卒業して。高卒速攻やもんね。なんで大学とか行きたかったっけ。全然行きたくねえ。頭悪いし勉強してねえもん。そら知っとる。そらも知っとるけど、勉強してねえっちゅうのは知っとったけど、もう漁師になろうと思ったと一発目から。俺もあれやった、ちっちゃい時から漁師になるって言って。あ、マジか。あ、じゃあもう勉強もやる気出らんわな。高校も行かんって言ったんだよ。ああ、でも一応出とけっちゅうあれだけ。そうそうそう。ああ、まあそらそうよね。たまにはお母の言うことで聞いとかな。お母がなくて。いや、そらそうやろ。だって親からしたら高校くらい行ってくれっちゅう思うやん。ねえ、漁師で今から食っていけるかどうかもわからんとにね。そうそうそう。僕たちが大変な時期やったけどね。ああ、家にはおらんし、魚取れんやったら食っていけんしね。そうなんや。運次第みたいなとこやけどね。もう今取れても安いけん。ああ、基本的にあんまり働きになっとる人とは。最初から漁師になるち決めとるちなかなかおらんやろ。あ、じゃあ俺父ちゃんの影響かと思って、じいちゃんの影響やったじゃん。そうで、じいちゃんに調教されよってときにお父がちょうど船作ってきたけん。ああ、それでかっこいいなってなって俺も作ろうってなってた。でようやく俺自分の船作るよ。そうそう、新しい船をね今。そうそう。何月やったあれ。6月着工やけん。まだまだやけど。6月着工やけん、あと1年後ぐらいか。そうそう。あとちょうど今ぐらい、来年の。じゃあ来年の今頃は新鮮がになればいい。あ、なればいい。ね、コロナで。やっぱ遅れるじゃんね。うん。じゃあ1年半ぐらいじゃあ見とって、うん、新鮮が届いたら。そうね。ブリか、なんかせないけどね。なんかしようか。まだ悩み中やじゃん。そうそう。ブリがようねえけ、しゃびやけん。なんで直前まで悩む。悩むよね、マジで。それで全て決まるけどね、言うたら。そうそう。一応でも縄重視よ、縄重視。ブリ縄？ブリ縄絶対せないけんやろなって思うけど。え、ブリもこんな感じやと。ブリ縄ってブリはもう1回餌やん。は？何の餌？一個。あ、それで縄をすると。うん。あ、こうやって流して。そうそう。水イカを。うん、水イカじゃない、バカイカ。あ、バカイカを。そうそう。それが大変やじゃろ。そう、イカ取りが大変。ああ。釣れよらん。じゃあイカ取ってそのままブリ行って出荷してまたイカ釣り行って。そうそう。それの繰り返し。そうそう。まさかじいちゃんに口説かれとるちは俺わからんやったか。おお、暗くなったわ。だいぶ、しかもめっちゃ遠くやし。5キロの縄終了。これどこに来てるっけ。俺邪魔う今これ。うん、危ないよマジで。頭飛ぶねこれ。ここ大丈夫。マジでここまで入れたかった。届かれた？マジか。入れたいとこまで入れれんやったみたいですよ。
食うかね、マジ楽しみやね、こんだけ針が入ったら。でもマジで楽しみだって。もうここ一番3円とこへん言うたら一番3円よ、ここは、ね、おお。ここマジで相当塩早い。早い。俺こんな塩早いと思われてる。はい、目印のあれなんちゅうと、浮き、うん、目印の浮き、あれなんちゅうとあれ V ね、うん、おお、めっちゃ光良いんや。はい、終わりました。じゃあ1時間ね、1時間待ちます。塩はあえ、嘘取られん、半分ぐらい沈みよるの、半分が、あ、比較、え、どういうこと、あ、塩が行くのを待つと、塩が休むのを待つ。え、じゃあ何時間待たないけんと、うー、わからん、それこそおい